皆さんごきげんよう。今日は一番最初に、私が一番好きな一句をご紹介したいと思います。スッタニパータからです。ちょっと読んでみましょうね。究極の真理へと到達するために精霊努力し、心ひるむことなく、行い怠ることなく、足取り堅固に体力知力を身につけて、才の角のごとくただ一人歩め。この最後のね、才の角のごとくただ一人歩めというのは、ひょっとしたらお聞きになったことのある方もおられるかもしれませんね。これは大変有名な、句です。実はこの詩にだけではなくて、いくつかのシリーズになった詩の最後が全て「才の角のごとくただ一人歩め」と、そういう一句がついた詩のグループがあって、これがスッタニパータの中に一塊で入ってるんですね。でそういう意味で昔からここは「才角経」とか「才の角の教え」というふうに昔から大変重要視されて、みんながこの口にしたそういう一句の句なんですね。その中の一番は私が気に入ってる一句をここでご紹介してるわけなんですね。これなんでこれ気に入ってるかって言いますとね、この句もう一遍味わっていただくと分かりますけれども、この句の中には仏教という一つの宗教にだけ限定されるのではなくって、仏教の修行者が歩むのと同じ道を歩んでいる、それ以外の仏教以外の他の世界の言ってみれば出家者たち全てに当てはまる言葉になってるんです。ここどこ見ても仏教だけにしか通用しない言葉ってないでしょ。究極の真理、精霊努力、心ひるむことなく、行い怠ることなく、体力知力、これ全てどれとったってこれ仏教にしか通用しませんという言葉は一つもないんです。それでいてその話全体が、仏教で修行する人たちのその姿にピタッと合うでしょ。ということはその仏教の生き方と同じような生き方をしている人たちにとってもこの句はとても、意義深い意味を持ってくるということで、そういう意味で私この一句のね、なんていうか汎用性というのか、いろんな場所にこの句を聞くと、奮い立つようななんていうかな、その道を歩むことに、この誇りと自信が持てるようなそういう句なんですね。それで実はこれも私事で申し訳ないんですけども、一つご紹介しようと思って。これは私が、以前だいぶ前ですね、もう15年ぐらい前に、書いた本です。もともとの原題は「才の角たち」というタイトルなんです。もうお分かりですね、ここにあります「才の角のごとくただ一人歩め」でこの本は「才の角のごとくただ一人歩んでいるかっこいい人たちを、応援する、それに対しては愛慕の情を表する、敬意を表する、そういう意味で書いた本なので、実質の内容としましては仏教の修行者だけではなくて同じ道を歩む出家者としての科学者ですね、科学者に対する私の、応援歌のようなそういう本なんですね。でこの本の一番後ろのところにね、もう最後のページですけども、ここに私この今ご紹介しているこの句を書きました。これが私のそのなんかな思いをね、表してくれる一句なので書いたわけなんですね。この本は私にとってはもう大変、今でももう心に残るというのかな、一生の間にこの本書けてよかったなと思えるそういう一冊なんですけれどもね。ちょっと余計なことでご紹介しましたが、ともかくその句が、これなので、是非皆さんにも知っていただきたいし、味わってもらいたいと思うんですね。でここで注目すべきは最初の一句です。究極の真理へと到達するためにというこの目的が究極の真理への到達なんですね。でこれが仏教の言葉であるという以上は仏教の目指す先にあるのは究極の真理なんです。よろしくお願いします。で究極の真理というのは何かというと仏教の場合にはですねこの世のありさまそしてこの世を動かしていくそのこの世のその摂理ですねそれを正しく知りさらにそれじゃ終わりませんね。その摂理の中で生きている我々が自分自身を正しい形に向上させていくことができたその状態つまり究極の真理を知るこの世の本当のありさまを知るということがそのまま自己の安楽への道につながっているんだというのがこれが仏教の教えですから目的は究極の真理なんですね。でそこへ到達するために精霊努力心ひるむことなく行い怠ることなくです。足取り堅固に体力知力を身につけて知力を身につけるということはこれは物事をしっかり見るあるいは誤った先入観に、踊らされない動かされないそういうしっかりとした、ものを見る合理精神ですねそういうものがしっかり身につくということがここに言われてます。で「才の角のごとく」っていうのは才ですから、角があるわけで、アフリカの才は2本角です。でそれに対してインド才つまりここでお釈迦様が念頭に置いておられる才は一本角なんですね。その一本角の才が森の中を林の中をさーっと行くんですが群れを作らずに一頭だけでずっと歩いていくその様子がなんていうかな才の角がねこう上下に重心移動することもなくまっすぐにスーッと森の中を動いていく様子ですね。これが何者にも動ずることなく、ひたすら前へ進んでいく修行者の姿に例えられるんですね。まあ一説によるとこれは角を表すんじゃなくてこの「才の角」という言葉自体が才全体を表すという説もあるんです。だから才が歩いてる様子というふうに捉えることもできますがいずれにしても同じですね。同じですね。脇目も振らずにしずしずと粛々と歩いていくその様子が例えとして究極の真理を目指す人たちの姿に重ねられているわけです。ですからこの究極の真理という言葉をですね仏教が言うような宗教的なもっと言うと自分のその、生き方心の内部の在り方という方面ではなくって例えばですね宇宙真理宇宙のその法則性とかなんていうかな科学の真理というふうに置き換えてみますとこの句はもうそのまま科学者の世界にそのまま当てはまります。そうですね。で科学者だけではなくてその他のいわゆる、学問というのか人が真理を探求するというそのあらゆる分野においてこの言葉はそのまま適用されるんですね。でこれを逆に考えてみますとそのような今現代における真理を探求するさまざまな道と釈迦が作った仏教という真理探求の修行の道というのは実は本質的にその方向性が同じだということを意味することにもなるんですね。よろしくございますか。だからこの一句を媒介にして2500年前の釈迦が作った仏教という一つの道筋とそして今2020年にこの全世界で人々が探求しているさまざまな方面での真理探求の道というものが同じ人間活動の地平に並ぶわけです。そこにこの句の意味があるんです。よろしくございますか。これスタニパータの中ねいっぱいありますからもう 1,000 ぐらいありますからねその中でどの言葉が一番この本にねふさわしいかっていうことを私ずっと探したんですよ。そうしたらもうこれがねもうぴったりだということでね、でこれ私自身の翻訳であります。他にもいろんな方の訳がありますけれども、私が一番気に入った句だから、もう間違いなく自分でこれが最高だと思えるような訳にしてこうやって出してるわけなんですね。はい、すいません、思いが強いもんだからちょっと熱く語ってしまいましたんで、ちょっと次クールにいきますね。ごめんなさいね。次はちょっとクールすぎるかな。クールというのかシビアというのかですね。はい。またダンマパーダスタニパータはさまざまに私たちの心に刺さるような短いけれどもね、本質をザクッとこう切り裂くようなそういう言葉もたくさんあります。でここはそれの一つですね。頭髪が白くなることで長老になるのではない。ただ年を取っただけの人は虚しい老人と呼ばれるというんですね。まあこの通りで、年を取りゃいいってもんじゃないよという話です。耳が痛いですね。耳が痛い。年を取れば亀の甲より年の甲とか言って、年取りゃなんか偉いことになってくる。年取ればそれなりに何らかのその利点とかね、なんていうかな。人よりも優れた若い人よりも優れた良い点が出てくるもんだと思っていたら大間違いだと言ってるんですね。これそんなのは虚しい老人だと言ってるわけです。でこれ何をしろとも書いてないですね。頭髪が白くなるんで長老じゃないよ、年取っただけだったら虚しい老人ですよって、それしか言ってませんね。じゃあどうすりゃいいんだっていうことですが、これはもちろん他の今まで皆さんにご紹介してきたことからもお分かりの通り、これは学ぶんです。学ぶんです。仏教の価値観、仏教の世界観、自分の心に染みついた間違った概念、間違った先入観を自力で取り除いて、そして、自我の欲望に負けないような欲望に左右されないようなしっかりした客観的な視点でものを見るという訓練を積んで、そしてそれによって世の中をありのままに見ることのできる知恵を身につける。その時に我々は初めて本当の意味での慈悲、つまり他者に対する正しい形での、その恩情ですね、人に対する優しい慈しみの心が正しくですよ、間違った形じゃありません、正しい形でそれを我々は外に発揮することができるようになる。それが老人になることの解だと言ってるわけなんですね。それなくしてただ年取っていけば、まあありますわね、よくね我ばっかり強くなってね、エゴが強くなって、なんていうんですか、自分の思いが通らないともう子供のようにだだこねるような年寄りになっていくというのは虚しいわね。そんなにはやっぱりなりたくないですよ。でそれならないでおこうと思うならば、もう道は一つしかないんで、そういうふうに自分自身を向上させていくことを日々重ねていくしかない。そうすると年取った人よりもごめんなさい、若い人よりも年取った人の方がその努力しようという思いがあるならばね、あるならば年を取った人の方がより長くより深くその鍛錬を積むことができるわけですから、ごく自然に考えれば年を取った人の方がより深く優れた正しくものを見る、そして本当の慈悲を人にかけることのできる人間になるはずなんですね。はずだって言ってるんです。はずなのにそれしないやつがたくさんいるよと言ってるわけですよ。だからそうなると情けないことで虚しい老人になってしまったらもうどうしようもないですよ。怒ってばっかりとかね、人に文句ばっかり言ってるとか、そんなのはなりたくないですわね。あの人年を取っていい人になりました。まあいい人っていうのはね、単にニコニコしてるっていうだけじゃなくて知恵深い人になりました。あの人の言葉、口から出る言葉が私たちの救いになりますと言われるような年寄りになりたいですね。昔で言うとね、長老とかねありましたでしょ。みんながその言葉には耳を傾けるんだと、そういう知恵深い人の言葉にはみんなが寄ってきて、さすがそれこそ亀の甲より年の甲と言ってもらえるような、そういう老人になりたいですね。これはもう私のことですよ。ほぼもうこんな髪の毛白くないけどね、ほとんどないんだけども、まあ同じようなもんでくだらないこと言ってすいません。そういうことで、今日はこの2つで、勘弁いただきますが、また次やりますね。はい、それじゃあ今日はこれでご無礼します。ごきげんよう。